こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作を紹介しようのコーナーでございまして、本日はレゴの公式から届いた謎の告知についてチェックしていきます。先日レゴ公式からツイッターやインスタグラムなどの SNS で6月26日に大きな発表しますという投稿がありました。その時に投稿された画像がこちらになります。黒い背景にポッチ部分が黄色、紫、青、オレンジに光っているブロックの動画になってますよね。そして2021年6月26日に重大発表するよとメッセージが書かれてるんですよね。なんともこう意味深な告知ではあるんですが、一体どんな大きな発表になるのかは実際その日にならないとわからないんですが、この告知を見る限りですともうピンとくる方もいらっしゃると思います。暗闇でこのようにもピカピカレゴが光ってたらもうあれしかないんじゃないかなとは予想はできますよね。買ってきたレゴを作って飾るだけではなくてさらにライトアップできる、そんなレゴのライティング関連の内容じゃないかなって思いますよね。今までもレゴからではなくてサードパーティー製のライティングキットっていうのはいくつも発売されていて、日本でもアマゾンとかで購入できたりしたんですよね。実際のこのライティングをした時のレゴなんですけども、すごくかっこいいんですよね。インスタグラムでレゴライトとかレゴライティングとかのハッシュタグで検索すると画像を見ることができるんですが、もうめちゃくちゃ雰囲気いいんですよね。そんなレゴのライティングキットがレゴ公式から新作のセットとして発売されたら素敵ですよね。と言いますのも、実は去年の2020年にレゴがライティングのテストをやってるっていう画像が SNS でも出回っていたんですよね。それがこちらなんですが、パッケージにもしっかりナイトモードって書いてますよね。もうここまで来ると製品化間違いないんじゃないかなとは思います。いやー楽しみですよね。今のサードパーティー製もすごい素敵なライティングキットなんですが、ちょっと配色だったり配線周りとかもうちょいなんとかならないかなって思う部分も実はあって、ちょっと理想が高すぎるかもしれないんですが、もしレゴから正式に製品化ってことになるんだったら、サードパーティー製のさらに上を行く進化を遂げた姿を見てみたいなと思います。そうですね、例えば電飾の色を変更できたりとか、点滅する頻度、究極はもう配線なしでインターネット経由でスマホでコントロールできたらレゴライティングの超進化系になるし、絶対欲しいなって思います。ということで今回はレゴ公式から告知された内容についてチェックしてみました。今お話ししました内容はあくまでも予想になりますので、もしかしたら全く違う内容が発表されるかもしれません。その点にはご注意ください。とにもかくにも6月26日を楽しみに待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。これからもレゴの新作情報や懐かしいセットを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価で応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。